柴田勝頼ベストオブザスーパージュニア公式戦柴田時間無制限一本勝負を行います。ガンガン行け青コーナーエディットレスラー赤コーナーオリジナル柴田レスラー柴田レフリー山本小鉄
10分経過 10 minutes passed. Thank you.
頑張れ。ベストオブザスーパージュニア公式戦、時間無制限、一本勝負を行います。頑張れ。青コーナー、オリジナルレスラー、頑張れ。赤コーナー、エディットレスラー、葛西。レフリー山本虎鉄。サル。お気をつけください。お気をつけください。
10分経過。10 minutes passed.15 minutes passed.
20分経過、20 minutes passコーナーより選手入場。さあ、すべてが未知数であります。この男入場してまいります。赤コーナーより選手入場。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーエリートレスラー、頑張れ頑張れ。赤コーナーエリートレスラー、頑張れ。ガンガンいけ。レフリー和田恭平。沈黙の中にハイトーンの鐘の音がいびき渡ってまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね。そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、強烈に締め上げてまいります。
腕を取ります。リストを固めてまいります。足を抱えます。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。ロープにブレイクしました。ロックアップ、あっと倒します。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。打ち込んでまいります。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか？そりゃ全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とかはね、ほんとそれで頑張れますから、ファンの声援っていうのはね、ありがたいものですよ。あ、そうなんですか。足を殺してまいります。あ、この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。ストバックに突き刺さります。キックで返します。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。ああ、なるほど。ロープに振った。踏みつけてまいります。足を狙ってまいります。行くのか。リング上はヘッドロックの体勢、組みに行きます。ロープに飛ばした。逆水平、行くのか。この辺りの関節攻撃いかがです？うん、ちょっと浅いですかね。そうですか。組み合います。アマラス式で倒してまいります。組みに行きます。逆に投げてまいります。ストンピングです。ロックアップ返してまいります。このあたり決まり具合いかがですか？これはまだ入ってませんね。ロックアップ、ヘッドロックで締め上げてまいります。逆水平を打っていきます。乾いた音が館内に響きます。腰を落とします。あと、リバースで返してまいります。腕を捉えます。逆に切り返します。腕攻めに転じます。掴んだ。逆に返します。組み合います。フライングメイヤー、キックとチョップを乱れ打ちます。ブロックします。これは苦しい。チョーク攻撃です。掴みます。させません。フロントからのキック、組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。起こしてまいります。行くのか。コーナーに振ってヘッドを連続で放ってまいります。膝へのキックです。バックに回ります。締め上げてまいります。チョップであります。行くのか。コーナーに振った。
カウンターで切り返してまいります。ロックアップ、ロープに振ってに行きます。ボディスラム、張ってまいります。組み合います。逆に倒します。ストンピングを叩き込んでまいります。張ります。掴んだ、キックで返します。膝を狙ってまいります。掴みます。逆に返します。全体重を落としていった。ロープブレーキ、足を取ります。切り返し素晴らしいですね。そうですね、一瞬も目が離せないですよね。キチンシンク胃袋攻めです。キーロックショートアームシザース、掴んだ、頭突きを打ち込みます。組み合います。ロープに振った、ヘッドを打ってまいります。ラフ殺法に転じます。ストマックを狙ってまいります。乾いた音が館内に響きます。あっと返します。腹固めの体勢であります。腕を捉えます。切り返します。腕をフックします。今すごい角度でしたね。ちょっと頭打ったんじゃないですかね。組みに行きます。鬼の形相で締め上げます。ブレンバスターに取ります。おっと逆に腕を取った。抱えます。首から突き刺さります。ストンピング、蹴りつけてまいります。行くのか、場外に落とします。リング下に降ります。強烈タックル、引き起こす。あと脇が止めに取った。抜くのか、リバースで切り返した。リングに戻ります。すごい音がした。15分経過、15 minutes. ガジェット組み合った。変形のストレッチ系に持っていく。頭を掴んで、これはもう精神力で言ってますね。そうですね、張った、組み合った、逆に返した。今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。厳しい攻めを見せる。ショルダータックル、なぎ倒し。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。引っこ抜きか、打たせない。奥歯を噛みしめた。ノーテック打ち、パイルドライバー。あーっとチョーク攻撃、岩壁の歯の胸に抱かれました。腕を回した。あっと逆に脇固めで切り返す。
ここでロープブレイク。いけるか。あと逆に返した。抱き起こす。容赦のないヘッドバット攻撃。アキレス腱がダメだ。アキレス腱がダメ。ロープに逃れました。あと逆に切り返した。エルボーを打ち込む。組み合った。ロープに振った。立たせていく。いけるか。グラウンドに持っていった。足を取った。膝十字がため。ロープブレイク。掴んだ。エルボー強烈。チョップ。奥歯を噛み締めた。脳天勝ちまった。耐えるドライバー。20分経過。20ミリ。ここから大技2発3発持ってきたいですね。ブレインバスター行くのか。ブレインバスターで叩きつける。足を決めていった。フロントキック。ガチッと組み合った。あっと倒していった。あっと返していった。ガードした。裏アキレス固めに移行する。ドロップキックが突き刺さる。あっと逆に捉えた。バックに回った。ラッシュスイープ。かわず落とし。トップロープを狙う。ダイビングバディプレス。返した返した。返しました。バックを取って。おっと逆に腕を取った。すごい顔で打つ。バックに回った。あっと逆に脇固めで切り返す。腕を取った。脇固めに持っていった。いけるか。コーナーに振った。ヘッドバット連打だ。抜くのか。ドリルホールパイルドライバー。ストンピングを叩き込む。小股に挟んだ。あっと返した。起こした。腕を取って切り返した。あーブロック。ここでロープブレイク。張り手。立たせていく。残り試合時間5分。そのまま腕を決めていった。5ミリロープに逃れました。ヘッドバット。ストンピング。抱き起こす。腕を取った。あっと腕を取った。ここで無限のゴング。
青コーナーより選手入場。魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。赤コーナーより選手入場。姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。頑張れ、いけよ。タッグマッチ、30分一本勝負を行います。青コーナー、エリートレスラー、頑張れ頑張れ。エリートレスラー西村、西村。赤コーナー、161cm、70kg、アステカジュニア。頑張れ。オリジナルレスラー。頑張れ。レフリー、穂永のりお。頑張れ。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どなたに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。腕を取ります。エルボーを入れていきます。組みに行きます。コーナーに振った。ドロップキック。掴んだ。尻を使ってまいります。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。ロープブレイクです。掴みます。ヨーロピアンエルボー、組み合います。そのまま泣き投げてまいります。アキレス腱固めに入ります。ロープにブレイクしました。スイッチしてまいります。行くのか、返してまいります。起こしてまいります。掴んだ。勝ち上げ式で打ってまいります。ロックアップ、倒してまいります。このあたりうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは試合の流れを自分のリズムに持っていきますからね。掴みます。エルボーを落としてまいります。足を取ります。させません。行くのか、逆に倒します。
起こします。打ち込んでまいります。ロックアップ、逆に返します。足を狙ってまいります。ここでタッチです。肘を打ち込んでまいります。テイクダウンを奪います。外してまいります。土手っ腹に蹴りを見舞います。足を抱えます。足攻めに転じます。鉄拳を見舞います。組みに行きます。逆に投げてまいります。リストを固めてまいります。ロープブレイク、スイッチしてまいります。顎を狙ってまいります。組み合います。返してまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。ロックアップ、ロープに飛ばした。ローを打ち込みます。ストンピングを叩き込んでまいります。行くのか。ロープに振って強烈なキックです。あっとパンチです。相手を挑発してまいります。キックを打ってまいります。パンチ攻撃です。ローを打ってまいります。腰を落とします。あっとリバースで返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。組み合います。顎を叩きつけてまいります。組みに行きます。コーナーに振って腕を捉えます。逆に切り返します。逆に腕を取ります。あっと返します。腕を捉えます。脇固めに移行してまいります。弾固めの体勢に入ります。蹴ってまいります。掴んだ。キックで返します。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。ファイヤーバード、火の鳥が鳴った。3つは入りません。いけるか。あっと倒していった。ブロックした。バックに回った。あっと逆に丸めていった。ロープに逃れた。強烈タックル。ローキック。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。あっと飛びついてフランケンシュタイナー。ここでタッチだ。
足に手を回した。ジャーマン肩に力を取った。カウントは入る。ここでロープブレイク。起こした。小手。小気味のいいジャブを打っていく。打たせない。ここでスイッチ。15分経過。15 minutes passed。 あっとキャッチした。あっと逆に蹴っていった。ドロップキック。首根っこを掴んだ。あっと逆にキック。組み合った。あっとコブラツイスト。ガジッと組み合った。あっと切り返した。抱き起こす。あっとドロップキック。引き起こす。おっと腕を決めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。足を取った。これはポイントになりそうですね。そうですね、ここはチャンスですよ。起こした。組み合った。ローリングクレードルに持っていきます。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。掴んだ。エルボーで切り返す。キャッチした。足を殺していった。腕を取った。アームロックで決めていった。ロープに逃れました。さあタッチ。いけるか。あと逆に返した。20分経過。ロー打ち込む。ガジェット組み合った。逆に振り返して。ちょっと今カウンターになりましたよ。グロッキー状況か。あっとスイングしたら DDT。 立たせていく。コーナーに登って突き式のフランケンシュタイナー。引き起こす。あっと裏カンナだ。トゥーカウント。まだ足りません。組み合った。コーナーに振って。あっと迎撃した。
ここでスイッチ。おっと、逆に捉えた。ローキック強烈、ダブルで決めていった。ガジェット組み合った、ロープに振った、タックルぶちかわし、させません。変形のキャメルクラッチで絞り上げる。あっと、飛び膝、2位が突き刺さった。さあ、がっちり入ったぞ。これは強烈に決まってますね。いけるか。あっと、逆に投げていった。腕を固め、ここでゲームがランドされます。青コーナーより選手入場。赤コーナーより選手入場。シングルマッチ30分日本勝負を行います。青コーナーエリートレスラー、ガンガンいけ、頑張れケンタ。赤コーナーエリートレスラー、レフリー保永範夫、ケンタ。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。ブロックします。前蹴りで牽制してまいります。キックで返します。
ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。組み合います。逆に振り返して掴みます。エンドレスな逆水平チョップであります。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、ある程度痛みってのは感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。フィストドロップ、タックルを切ります。外してまいります。ロックアップ、フライングメイヤー。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。組みに行きます。返してまいります。さあ、まさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しております。この男、アスノでも程よいと思われるその背中はまさに五光が指しているかのようであります。さあ、今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。逆にバックに回った。冷静に行きたいですね。落ち着いてね。はい、ぶっつんしちゃったらダメですよね。そのまま倒してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。行くのか。逆に返します。こういう攻め方はうまいですよね。今はこういう攻め方をできる人はあんまりいないですからね。ああ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね。させません。フロントからのキック、掴んだ。させません。あっと、逆に捉えた。こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。組みに行きます。ロープに振った。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。ええ、腕をフックします。これを食うと苦しいですね。そうですね、今の技は垂直に落ちましたからね。強烈に締め上げます。ショルダークロー、ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。足を取ります。返し技、冴えてますね。ええ、今のはよく読んでましたね。ガードします。あっと、ライアット、このポーズです。掴んだ。エルボーでブロック、ロックアップ。逆に振り返した。膝へのドロップキック。膝を狙ってまいります。スタンディングを取らせます。強烈なキックです。逆水平、組み合います。逆に振り返して、膝にピンポイント集中砲火。ストンピングです。抱えます。あっと、膝十字で切り返す。ロープにブレイクしました。行くのか。逆に振り返した。空中戦を狙いそうだ。おお、高いところから一気に叩きつけた。逆に投げてまいります。ロックアップ、決まり具合どうでしょう。ちょっと出てますね。キックで牽制していきます。行くのか。切り返します。起こします。腰を落とします。今上手い落とし方しましたね。それはちょっと受け身が取りづらいですよ。あー、ちょっとダメージが気になりますね。引き起こします。ドロップキックを放ってまいります。掴みます。
キックで返します。キックで間合いを取ります。腰を落とします。打たせません。行くのか。逆に倒します。コーナーに登って、ここは戻ります。腕を回します。あっと、垂直落下式のブレーンバスター。メキシカンストレッチを決めていく。組み合った、対角線に飛ばした、ピンポイント膝、抱き起こす。集中しないとダメですよ。はい、後頭部円陣、全体重を落としていった。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。後頭部痛打か。引き起こす、エルボーで返す、ドロップキック強烈、立たせていく、トラースキック、首根っこを捕まえて、そのまま叩きつけていった。このポーズ、足を殺していった。足を取った、エンジン蹴り、ストッピング、起こした。さあがっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。ナタのようなチョップ、トップロープを奪う。15分経過、15m。抜くのか、顔面キック、ガチッと組み合った。あっと倒していった。タックルをさせない。おっと外した。キック、フロントキック、強烈に叩きつける。起こした、あっと後頭部、バックに回った。もう